はい、皆さんこんにちは。2018年4月の7日17時40分です。よろしくお願いします。今からね、名古屋から、名古屋からじゃない、岡山から名古屋に向かいます。よろしくお願いします。今日も社長と一緒です。雲低くないですか、なんか低いですね。はい、雲めちゃめちゃ好きなんで。低いですね。低いっすよね。うん、低い、うん、近い気がしますよね。ですよね、迫力ある。普段もこんな感じですか？今日たまたまですかね。うん、でも、もう考えたことなかったですけど、うん、そうかもしれないですね。こんなもんかもしれないですね。うん、音切りまーす。最近人の集まり悪いよね。干された暑いに俺干されたかな。なんかね、ツイキャスとかニコ生勢がふわっちに帰ってきたから、多分大手さんが増えたから見るもの増えたんだろうね。バブルも終わりかな。バブルはいつ弾けるかわかんないから、オワコンかもしんないですね。おはようございます。不動産屋さん、おはようございます。まあオワコンかもしんないですね。通知は行ったんですよね、放送始まったよっていう。大阪ね、寄らないでね、名古屋直行します。名古屋に向かいます。はい、ワード2、通知は来たんだ。匿名さんいらっしゃい。右手前方向です。おい、バンナムさんいらっしゃい。ワード2、
ゆえでんさん、風船ありがとう。エミさんはどつ。名古屋ね、高速乗って4時間半とか、4時間から4時間半だって。斜め左方向。車で。岡山から名古屋は高速に乗ってそれくらい。サラダバックさんいらっしゃい。風船ありがとう。アイテムありがとうね。おはよう。エミちゃんバカありがとう。実家名古屋なんだ。名古屋いろいろどこに何があるって教えてよ。名古屋リスナーリアド作るかな。社長さん名古屋岡ま送って、違う、拠点がね名古屋と岡山なんですよ社長さんは。だから向こう両方とも家があるの。だからまあ、海外と、まあ、名古屋と岡山を往復してて、東京とそう海外行ったりとかがたまにあるっていう。もうだからずっと移動してる生活だ。大変なの。岡山にも授業あって名古屋にも授業あって2つ家がある。2つですか？7個。いや7個はない。2つですね。2つ。2つですね。はい、2つ。約300メートル先、うん、斜め左方向です。2つ。結婚してください。急な告白来たな。あん頃結婚してんじゃなかった？その先、あん頃旦那さんいるでしょ。名古屋の女大好き。あ、そうなんだ。ちょっと化粧濃い感じのね。ちょっとやんちゃな感じのね。およそ1キロ先、右方向、神戸。結婚してください。名古屋は私でとか言って。なんで、社長と結婚しようっすんのやめてくんない、うん、私も結婚してほしい。子供生まれたばっかりでしょ、やめて。モテモテじゃないですか。いいでしょ、社長。この先、700メートルで料金所です。男子妻になります、北海道です。岡山ナウなんだ、バンナムさん、うん、今僕は岡山ワズだね。たった今岡山ワズ。この先、料金所です。その先、200メートル右方向、神戸方面です。なんか閲覧減り方えぐくない？最近俺旅企画だから閲覧増えると思ったんだけど、なんか全然受けなかったね。なんだろう、人数的なこのかすり方。まもなく右方向、タイミング悪かったのかな。フォロワーがね300人ぐらい増えたんだけど、閲覧があんまり伸びなかったんだよね。なんでなんだろう。ちょっと原因不明だよね。結構楽しかったのにな。ハソりすぎだよね。昨日の夜金梅さんがあれしてくれたからさ、閲覧200ちょっと超えたけど、100前後だったもんね。タイミング、うん、あ、どっかで炎上してたんだ。タイミング悪かったよね。5キロ以上いきなりです。あ、そうなんだ。サラダバックさんは神戸。神戸は大阪と岡山の間ですか？神戸は大阪と岡山、そうですね、うんうんうん、はい、間です。なるほど。気をつけて長屋行くよね。かそりすぎだよね、ちょっとね。なんだろう、こうやってダメになっていくのかな。怖いな。まあ配信会なんか水もだからな、
人気商売だからいつダメになるか分かんねえよな。あそこの辺してたんだ、結構似合ってた。なんかいかつくなりそうだよね。ていうかソフトモヒカンはただのオシャレカットだから罰ゲームではないから。とりあえず LINE して。あ、いいっすよ、切りますわ。いいっす、いいっす。ソフトモヒカンね、本ぞりのモヒカンにしてほしかったわ。よっさん、金梅、サメちゃんがやってるからかな。でも固定で、サメ島さんとかやってても固定で100は持ってたけどね。まあ、調子悪いわ。何があるか分かんないから面白いね。逆にぶっぱねることもあるからね。でも被ってないような気がするんだけどね、客層が。チーズ。はい、こんにちは。だってさ、パルバルと養分、カズ軍曹、だってキャラ被ってないもん、全然。ボレリスは、どうなんだろうね。風船ありがとう。はい、師匠いらっしゃい。こんにちは。マンスリーも上下激しい。そうだよ。だって1月なんか家賃2ヶ月滞納してたんだぜ、俺。だから、あれじゃん、グローブも買えなくてさ、ボクシングの祖祖が買ってくれたんだもん。福岡寄らないよ、今度行くよ、今度行く、今度行く。波の一つだから、想像でカバーすると、想像で電波が届かない分はイメージでカバーして。でもトンネルの中結構電波ある方だけどね。東京の方がもっとない。こんにちは、どう。ケンちゃんいらっしゃい。
するっていうなんとかコントかっていうくだりがすげえ感動したんですよね。信用するっていうのはなんて言ってたかな、信用していなくても付き合える関係ですか、はい、いやその一個前に出たやつですね。信用するっていうのは浅い付き合いみたいなことを言ったんですよ。ああ。なんかそのまあその、はい、信用してもらえなくても構わないけれども、うん、確認していただければ、そう、それってすごいですよね。自信があるってことですよね。ただ確かめればいいよっていうことじゃないですか。そうそうそう、信じなくていいよ、 見なよってことですよね。かっこいいですよね。僕も信じるってダメだと思ってるんですよ。あのそれって自分の都合のいいように解釈したりとか目が曇ったりしやすいじゃないですか。だからそれすげえ勉強になったなと思って、確認するっていう、信じなくていいから確認しようって。疑うな、うん、信じるな、うん、そう、疑うのと信じるのセットっすよね、絶対。疑うな、信じるな、確認しろ、うん、ですね、うん、あーすごい名言っすね。疑うな、信じるな、確認しろ。それはどっかの受け売りなんすか。いや、マイルールさ、親じゃないですかね。どうかな、親ですかね。すごいな、結構うるさかったんだよ、親が。うん、あの哲学とか好きな親だったんだよ。おー、一郎さんバーガーありがとう。匿名さんのコメント、社長との対談最高でした。 タイムシフトで見ました、ありがとうございます。面白い人だから、千葉さんありがとね、いつもね、アイテムね。
持ちの生産ですね、うん、毎回リセットするようにしてます、うん、常にゼロベース、うん、ここありますよ。いいっす。見えてる。かわいい瀬戸パーキングエリア。うわー、太陽綺麗だな、おい。空がバカーんだかんね。空が広いっつうのはいいことだ。ていうか飯食いまくって太ったわ。やばい、多分80キロくらいある今。へっす。痩せないと。瀬戸、瀬戸内海の瀬戸。へっす。ムカつく。なんだ、置き場所がねえ。あ、この辺に住んでんすか。近くなんだ。岡山いいとこだったな。さらば岡山だね。これから名古屋。これから名古屋だね。モッさんいらっしゃい。どれだけカッコつけてみてもこの国に何の影響ももたらさない、中身空っぽの自意識過剰の男だよあんた。いいんじゃない。なんかこの国に何にも影響しないっていうのは普通っていうか、俺は別にそんなことないと思うけどね。
生きてるだけで影響はあると思ってて、ただそれって俺のこと人格否定したいだけなんじゃないの。別にモスさんもここにいるみんなも日本にいるみんなも、まあカッコつけてるかどうかは置いといて、カッコつけてると思うから、俺はカッコよく生きたいと思ってるから。だけど別になんか国なんて別に国民影響与えなくていいと思ってるよ。やりたいことやればいいんだよ。国を動かせる影響力なんか一人間は持ってないと思うよ俺は。みんなそうなんじゃないの。俺別に国を動かしたいとか思ってないもん。楽しくやりたいだけだもん。楽しかったらそれでいいじゃん。はい、ワード2、カーマさんいらっしゃい。モスさんは何？なんか国を動かす力とか持ってる人なの？はい、ワード2、キングバズいらっしゃい。見た目と交友関係だけはじゃん。俺別に自慢なんかないよ。見た目も別に自慢してないよ俺。見た目自慢なんかないよ。うん。中身空っぽね。中身空っぽはあるかもしれないね。中身は全然すっからかんなのは認めるけど。すごいよね、配信内容を見ないでディスするってすごくない？ただ文句だけ言いに来たっていう、ストレス溜まってんだろうな。まあ書かせてあげましょう。なんか多分仕事とかで嫌なことあったのかな。昨日2チャンネルのスレッドでちょっと面白いのがあったんだよな。人間なんて他の動物に比べたら一見無駄ばっかりのへんてこな時間を過ごすものだから、貢献度なんて人知で測れないわ。査定する。俺貢献とか考えてないよ。俺マジでただの宇宙の星屑だと思ってて、俺らは全部が、うん、なんか人類に貢献しようとかじゃなくて、仲間と楽しければそれでいいって感じ。見た目が自慢じゃないじゃんね。見てくれ全然悪いじゃんね俺ね。それは俺のことアンに褒めてくれたのかな。うん、いや星屑だよ。地球に寄ってるだけで、宇宙で漂うだけで。ぐる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 回るだけ。空気うまいけど寒いな。マックで寝るの？おやすみ。
れいないな。車の中あったけえわ。自分のことね、なるようにしかならないからね、どんだけ頑張って生きててもあ、もがくから面白いんじゃないの。なかなかうまくいかなかったりさ、なりたい自分になれなかったりとかさ、苦しいわけじゃん。だから面白いと思うけどね、俺は。なんで俺の人生こんなんだろうって言って、でもそれ他人と比べるからだってさ、他人と比べても意味ないと思うんだよ。なんか自分のさ、やりたいこととかやるべきことが見つかってたら強いと思うんだよね。自分にしかできないことできるわけだから、それでいいんじゃないの。この車がローンで買ってるか一括で買ってるかは知らないよ。でも社長はものすごく努力して、ものすごく人柄がいいのね。だから絶対成功するし、これからなんか、俺はまだ社長は30代で入ったばっかりだけど、40、50代もっとでっかい人になると思うよ。なんかすごい成功しそうな気がするね、まだまだ。なんか序章に過ぎないと思ってる。だって別にローンで買おうが何であろうが、なんだろう、乗りたいものを乗ってるだけでしょ。うん。いや、お金に余裕があるから高級車に乗って。高級車なの？ちなみにサイって高いの？タムタムさんいらっしゃい。サイって車高い、高級車なのかな。今来た。ありがとね、ダムダム。いつもありがとう。それってただ金持ったり成功してる人を悲願でるだけなんじゃないの。あ、頭めちゃめちゃいいね、社長は。だから昨日社長にも話したんだけど、俺自分で経営才能ないなと思った人の一人だっていう、この人を見て、あ、俺この世界は合ってないなと思ったの。一緒に頑張ろう。俺をビッグにするかどうかはみんな次第だから。みんながフォローしてくれればしてくれるほどでっかく見えるだけ。俺は俺だよ。そうそう、トヨタのなんかハイブリ、EV ハイブリッド、今も仕事の電話してるよ、不動産の。運転中に一服しながら仕事してるよ。このさ、人間には同じ24時間があるけど、人の悪口を言って5分潰す人と5分で仕事する人がいるんだよ。これが違いなの。その努力を見ずに結果だけね、羨ましいとか言っても自分が努力したら手に入るんだ。あ、これ窓さんですか。もちろんですよ。本当ですか。はい。これ水飲んで。はい、もちろんです。ETC カードが挿入されました。携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていました。はい、急に話が変わるんですけど、はい、不動産って、はい、契約をする前に、はい、重要事項の説明っていうのをやるんですよ。はいはいはい。でその重要事項の説明をして、はい、
でお客様が納得いただけたら、はい、契約に入るっていうルールがあって、はいはいはい、で昔はこういうもうスカイプそれこそこういう動画とか、うん、はい、なかったじゃないですか、はい、テレビ電話とかないですね。そうだからどうしても宅建主任者が、はい、あのリアルタイムで、はい、お客さんの面前でする必要があったんですけど、はい、ちょっと割と最近法律が変わって、はい、売買物件ダメなんですけど、はい、賃貸物件はこのテレビ電話とかで、はい、ちゃんとその、まあ、録音は残すんですけど、はい、読んだと、はい、大丈夫になったんですよ。テレビ電話とかで録画さえ残ってれば、そうです、もうど日本全国どこでも OK みたいな。もう賃貸に関しては、だからすごく便利になりまして、はい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 。買い上がってきたって気に食わなければ蹴落とすのが日本人の習性だよ。この社長も結局従業員から搾取してるんだよ。和道よ、お前の敵だぞ。敵じゃないから。俺は努力して、っていうかね、社長がね、どれだけね、ムカつきますよね、こういうの。いやいやいや、でもまあ、やっぱり出る文化ですからね。うん。でもそれダメっすよね。どうなんですかね。やっぱ、まあ、抜本的にその萎縮しちゃってるんですね、うん、なんというか、うん、まあ、根本的なやっぱり、うん、萎縮しちゃってるところから解決しないと、うん、まあ、続きますよね。まあそうですよね。あのね、みんなね、あの金をつかむっていうのって他人の生活を守ったりとか支えたりとか、要は人を勝たせることができなかったら自分が勝てないのよ。だからね、根本的に間違ってるよ、その考え方。社長さん、名古屋のトラちゃん知ってるってコメント、不動産屋さんから。名古屋のトラちゃんですか？不動産屋、昨日爆投げした人いるじゃないですか。はいはいはい。そしたら、社長さん、名古屋のトラちゃん知ってるって言うと。知らない。わかんないですか？はい。わかんないそうです。名古屋ね、はい。切れちゃうかもしれん、ごめんね。そしたらえ労基署が労働者側に優しくないのはそのため。いや、よくわかんない、何言ってる、あなたが何を言ってるのかわかんないわ。なんか搾取されてるっていう風に思うんだったら、あの、なんだろう、普通に社会貢献できる立場に回ればいいと思うよ。はいはい。社会とか国とかのせいにして自分の能力がないことをいくら恨んでもね、自己成長はないんだよ。国とか社会を変えようの前にね、まずね、自分がね、変わらないとダメだと思うよ。自分が変わって初めて、あの、世の中に影響を与える人間になれるんだよ。飛んでる。自分も変えられないやつに国が社会がとかいうね、資格なんかないんだよ。OK、 その質問に答えるならね、おにぎりを作りたくなくて俺は配信者になったね。あなたの質問に答えるとするんだったら、俺はおにぎりを作るのは俺の仕事じゃないと思った。自分の仕事をやろうと思ってね。そんな感じ。仲のいい不動産屋のトラっていうのがいる。ほう。すごい名前ですね。なんかいいですね。いい名前ですよね。トラ。
さんね、俺はね、あなたとおにぎりをね、あ、おにぎりじゃない。俺はね、あなたとね、議論をするつもりはないよ。なんでかっていうとね、議論からは何も生まれないよ。だからね、俺はね、自分の意見が正しいとかさ、誰かの意見が正しいとかさ、そんなのさ、生きてる人間の中で1億人いたらさ、まあ、70億人いたら70億通りの考え方があって、70億通りの正しい間違いがあるだけだと思ってんの。だから、俺が正しいっていうつもりもないし、モスさんがね、正しいと思うことをやればいいと思うし、俺はね、ただね、気持ちのいい人とかね、好きな人と一緒にいるとワクワクするだけだから。こう山がハゲてる理由、はい、分かりましたよ。お、なんですか。やっぱり土砂災害の予防らしいですね。へ、はい、あ、じゃあわざと削ってるんですね。合ってたんですね。勾配がやっぱり、はい、考えてみたら、はい、ハゲてるとこ勾配がきついんですよ。はいはいはい、そうですね。そう、なだらかなところって多分削られてないですけど、はい、勾配がきついところは、はい、なってるみたいですね。はあ、いろんな理由があるみたいですけど、はいはい、あの雨とかが、はい、勾配がきついでこう、はい、なんか勾配がきついってやっぱり、はい、根が張りづらいじゃないですか、はい、だからやっぱこう崩れちゃうとか、うん、なんか霧とか書いてあるんですけど、ちょっとこうよくわかんないです、プロじゃない、うん、まあ、ただ、まあ、ざっくりというとやっぱ防災、うん、防災ですね、うん、らしい。自分のおにぎりは各家庭で作ればいい。昔はコンビニなんてなくても生きれた。俺らに言わないでくんない？俺らコンビニの経営者じゃないし、なんで俺らにそれをぶつけるの？知らないよ。おにぎり握ればいいじゃん、自分の家で。俺らコンビニ便利だから使うだけだよ。なんで俺らにコンビニ弁当のクレーム入れんの？おにぎり自分の家で握ってりゃいいじゃん、モスさんが。意味わかんねえよ。俺ら別にコンビ弁当でおにぎり作る工場のオーナーでもなんでもねえから。あ、勾配きついっすね。勾配きついっすね。確かに確かに勾配きついところがはげる、はげるんすね。まあ、せちがらい世の中で生きてんのかね。寒くないですか？大丈夫ですか？寒くないです。花粉がもう超やばいっすね、今ないといけないのは別にみんなそうだと思うよ、貧乏な人は。俺も若い頃はさ、食うために働いてたの。でもその自分が嫌だったのね。食うために働かなきゃいけないのは貧乏に生まれたら全員がそうなんだよ。で、俺はそれが嫌だったの。だから少しでも環境が良くなるように言って、そう、食うために働きながらどう這い上がるかをずっと考えてたよ。それこそ17歳で末端労働者でずーっと苦しいんで、で中卒だから未来ないから頭を使わないとと思って、うん、俺はだから社会が悪いとかどうとかっていう前に、そっからどう這い上がれるのかっていうのを必死で考えてきたけどな。食うためだけに働くんじゃなくて、なんかやりたいことをこう実現するためにやっぱ連動してないとダメだなと思った。働くっていうことと手段と目的がだから全く同じ形をしてるってことね。
普段生きてるだけで目的を毎日達成できるっていうライフスタイルを手に入れるためにすごく悩んだね、俺は。自分を変えたいっていう、あ、桜ってこうやって運ぶんですね。すごいっすね。すごいっすね。大なり小なり不満とかさ、自己実現が完璧に満たされてる人って少ないと思うけどね。みんな今の自分に納得いってないと思うけど。豚の耳に念珠だったわ。違うよ、あなたがやってることは釈迦に説法だよ。日本は先進国なのに幸福度が一番低いみたい。そう、一番ってわけじゃないけど、あの、異常に低いね。本当は国はね、あの、金をどう回すかじゃなくて幸福度をどう上げるかだけ考えてればいいんだよ。そうなんですね。うん、だって国に儲けるって概念本来はないはずなんだもん。だからね、政治家がね、起業家の発想しちゃダメなの。要はね、国がやるっていうことは法律を作ることと予算を編成することと、あとはばらまくことなのね、その予算を。その3つしかない。つまりどこからどこに移動をさせると国全体が良くなったりとか、困ってる人が守られるのかっていうのだけを考えるのが本来の政治だ。
営利目的じゃないですか。利益追従が本来の企業の役割なんですよ。利益だけを追い求める。だけどそこにその社会的な信念であったりメリットだったりとか、社会をどうする風に良くするのかっていう理念が入ってる企業が増えたって言われてるんですよ。僕そのタイプだと思いますよ。政治家向いてると思うよ。多分暗殺されると思うけど。俺はね、でもね、政治とか宗教とかじゃ人救われねえと思ってるからな。あのね、簡単なんだよ。隣にいる人とか仲間とか友達とかさ、恋人とかいるでしょ。その人と一緒にいて幸せっていうのがずっと続いたら全部良くなるんだよ。だから俺はリスナーとか繋がってる人が幸せだったらそれでいいと思ってんの。で、その幸せって絶対あの波及効果があるから。だから幸福度の高い人、超幸せって自分で言ってる人の友達っていうのは 26% 幸せが分布するって言われてんの。幸福度の調査するとわかるんだけど、で、4時の隔たりまで 6% まで波及するので、不幸だって言ってる人と繋がってる人って自分の不幸感が強い人なの。要はね、地獄も天国もこの世の中で幸福度格差も進んじゃってるの。だからね、自分の身を置く環境で幸福度の低い人とは付き合わない方がいい。逆に幸福度の低い人は幸福度の高い人と付き合うようにした方がいい。なぜかその幸せっていうのは伝染するから。宗教家も政治家もやるつもりないですね、僕は。宗教と政治じゃ人は救えないと思ってる。だから目の前にいる人と幸せにはできると思ってるから、まずは自分が幸せになることが最低条件だけど、それでいいんじゃない。そう、鬱は伝染するって言うけど、実は幸福も伝染するの。だから付き合い、昔の人がよく言ったもんだよ。哲学者とか宗教家とか、本物ね、本物の宗教家、本物の哲学者よく言ってて、なんつうの、人を選びなさいって。その付き合いする人とか、隣人を愛せとかさ、仏教では縁起って言うんだけど、まあ、それこそ当時千葉でしたけど、千葉で仕事してましたけど、はい、千葉で仕事してて、はい、もっとこういろいろ見たいなと、うん、地球を知りたいなと、はい、エジプト、はいはい、ピラミッドも見たいし、はい、オーロラも見たいし、はい、コロッセオとか、はい、ローマとか、はい、ね、あるじゃないですか、いろんなものが、はい、グランドキャニオンも見たいし、はい、って思ったんですよ、うん、もっと地球を見たい、うん、地球を知りたいって思ったら、やべ、銭がいるなと。まあ、いりますね、お金が。だから地球を知るにも金がいるなと思って、はい、でも全くその、だからなんか贅沢したりとかはなくて、うん、もうちょっとでもなんか見聞を広める、自分 の世界の英知に触れる、はい、触れたいなと思った時にお金いるんで、うん、サラリーマンじゃ無理だなと思って、うん、やり始めたのがきっかけなんですよ、最初は。なるほど。で、最初だから金銭的なものですよ、うん、少しちょっと自分のように達成するためにお金がいるから、はい、ちょっとサラリーマンじゃ難しそうだから、うん、ちょっと商売でもしてみたいな。なるほど。で、それが独立したきっかけですね、最初。まあ、全然今となってはそうでもないんですけど、うんうんうん、大事ですよね、いろんな世界を見るって。そうですね。だきっかけは、本当に独立するきっかけは、はい、まあ、こういうことを世界をあちこち見に行きたいから、はい、お金が必要、はい、お金が必要、商売しなきゃいけない、はい、っていうのがあったんで、はい、まあ、ストーリーがありましたね、はい、うん、だからなんかその、はい、それが昨日お話ししたんですけど、はい、うちで働いてるその職員さんたちにも、うん、
することがいいことだと、はい、職員としてこう、プライド持ってね、はい、自分の夢を叶えてもいいと思いますし、はい、サラリーマンしながらバンド活動とかできますし、うんうん、それはもう幸せの基準って自分でしか分からないので、はい、そうなんですよね、うん、だからそれこそ本当にお金もね、もうめちゃくちゃ稼いで、はい、もう変な話ね、キャバクラとかでこう、うん、わーって騒いでっていうのが幸せな人もいるかもしれないですし、うんうん、もう本当に定時に帰って、はい、待ちわびてるお子さんとか、はい、奥さんもいらっしゃって、はい、家族の時間過ごし幸せだなって思う方もいると思いますし、はい、まあ、自分が幸せだと思ったら幸せなんですよ、うん、だからその人の価値観ってその人しか触れない、うん、触れないし、うん、まあ、僕は個人的には触るべきじゃないと思う、うん、いや全くその通りだと思う、人の幸せした否定しちゃダメだと思うんですよ、うん、その通りですね、はい、社長どうなんですか、やっぱ今でも行ってみたいとかして、いや今あちこち行ってみたいけどそんな余裕ないので、うん、行けないけど、まあ将来やっぱ行ってみたいかなって、うん、はい、それがモチベーションで今頑張ってるよとか、うんうん、いう感じですかね、うん、仕事って多分生きていくための手段だと思うんですね、うん、仕事に楽しさもちろん見出すべきですし、まあそうですね、はい、本気になれるかどうかですからね、そうですね、うん、仕事を頑張る努力よりも、うん、なんか仕事に自分なりに条件つけて、はい、ビジョンを掲げて、はい、それに向かっていく仕事、なんていうか仕事好きになる努力よりも、はい、自分のビジョンを追いかける努力というか、はい、の先に、はい、見えるものがあるんじゃないかなって、うん全然根拠もなんもないですけど、真っ暗だな、すげえな、もうだいぶ暗くなってきましたね、ですね、で本当ね、もう真っ暗なんですよ、真っ暗っすね、街灯、夜はね、だから同じ道走ってるっす、はい、はい、街灯ないんですね、怖い、今中途半端な時間で、はい、もう多分30分ぐらいしたら着くんですよ、うん、街灯がちらほらは、へえ、怖い、運転するの怖いですね、ですよね、あ、今一番行きたい国ってどこなんですか、インドっすね、インド、はい、ブリンダーバーに行きたいですね、はいし、ブリンダーバーってなんですか、ダーバンの場所ですね、はい、そこに行ってみたいですね、まあ、ガンジス川とかも見たいですね、はい、インド行きたいな、はい、めちゃくちゃ行きたいですね、夢があるんですよ、はい、
2週間引退することですね、配信を。ほうほう。でも怖くてできないです2週間本当になんかバッツリ切って、はい、なんかどんな心境の変化があるのかやってみたいですね。あれでしょうね、心境の変化はあると思います。今名古屋に向かってるよ。一番駅の中で配信うるさいの名古屋っすよ。金梅さん的のいたじゃないですか、はい、金梅さん名古屋出身なんですけど、はい、名古屋でもう何回も警察だと起こしてるんで、はい、あの配信待ってると飛んでくるんですよ、駅員が、駅員と警察官が。もうね、クソっすねいやなんかその、はい、愛知県警、はい、遅くすごいっすよね。あ、そうなんですか。なんかその金塊事件とかあったじゃないですか。なんすかそれ。なんかね、近海がどうこうって九州とかで、はい、で犯人が愛知の人間なんです、はい、強奪したの10億円ぐらいかな、はいはい、で強奪して、はい、その犯人愛知の人なんですよ、はあ、名古屋の人なのかな、はい、犯人が、はい、なんか不良グループらしいですよ。へえ。10人くらいの組織で、はい、半グレみたいな、はい、でそれ警察官がですよ、はい、ハローコとか、はい、逮捕するのが仕事のはずなのに、はい、その愛知県警が、はい、なんか逮捕しに来るとか、その福岡県警が逮捕しに来るから、はい、どうこうとかその犯人に、はい、逃がそうとしたりとか。バカじゃないですか。バカなんすよね、マジで本当に、はい、いやっていうか、うん、僕これわかんないですよ、子供の頃の感覚と比べてなんですけど、警察官の汚職どころかなんかもみ消しとか多くないですか最近。多いっすよ、あの警察官が動かないこと。信用できないですよね、全く信用できない、本当に、うん、この間もちょ、はい、いいっすか、このいいっすよ、いいっすよ、ムカつく、はい、アンガー配信してもいいっすか。あ、いいっすよ。超絶ムカつくことがあって、はい、僕まあ、コインパーキング止めてたんですよ、はい、あの仕事の打ち合わせで、はい、2、3時間喫茶店入って、はい、で帰ってきたら、はい、その駐車場の中で、はい、なんか工事業者が、はい、セメントを練ったりしてるわけですよ、はい、空いたスペースで、はい、でちょうどその練った隣だったんです僕の車、はい、で砂とかその現場で練って車にもカバーかけないし、はい、練るところでこのカバーとかもしないもんだから、はい、もう粉がギャンギャンなって、もう車真っ白白なんですよ、はいはいはい、車なんで、はい、砂が飛んできます白白、はい、で行って、はい、普通になんか、はい、何も言わないわけですよ、はい、で僕頭に来て、はい、はい、これこの砂、はい、そちらさんのですよねって話をして、はい、うちのですかねみたいなの言い出して、はい、いやだってあなたは他の車黒い車止まってるけど、はい、私の車だけ真っ白白なの分かんないって、しかもあなたも車寝てからもう砂ビャンビャン吹いてるわけですよ、はい、どんどん飛んでってるんで、はい、どういうつもりなんですかという話をして、うん、で、なんか、いやみたいな、なんか開き直ってるんですよ、うん、で、話にならないですって、うん、
はい、一応なんかお宅の管理業者さんがうちの車の白白になったんだけど、はい、ちょっとあまりにも管理がずさんなんじゃないかって話をしたんですよ、はい、そしたらそこの管理会社もまたクソみたいな管理会社で、はい、なんか証拠とか、はい、現地に警察官呼べとか言い出して、被害届出してくれとはぁと思って、はい、で僕頭に来て、頭に来てっていうか、はい、もうはっきり言ってね、今洗車安い時代ですよ、はい、1000円2000円でできる時代ですよ、はい、できちんと正式に謝罪してもらって、はい、2000円もらえれば俺洗車機に入れるから、はい、もうそれでいいっすよ、うん、で別になんか訴えようとも何とも燃える気もないしたら、はい、だからの車で車用これらの事実なんだから、うん、その先に最低限の保証でやってもらう気持ちの問題ですから、うん、いう話をしたんですけど、うん、で警察官呼べってなって、はい、こっちも忙しいんで、はい、警察官呼んでる時間なんてないんで、はい、そしたら向こうが警察官に電話して、はい、こっちから電話、警察から電話かかってきて、はい、なんか被害届がどこで現地にまた戻ってこいとか言って、はい、私ねって暇じゃないのと、はい、だからあんたらとにかく現地行けば分かるでしょって、警察官現地に生混んでってて、はい、私がね車どかした後ね、砂が私の車以外のところに飛んでて、はい、私の車のところだけ綺麗になってるからと、うん、それがもうズバリ証拠だから現地見に行って、はい、私はもうとりあえず2000台保証してもらえばいいから、はい、警察官の方から、はい、まあ、とにかく、まあ、向こうが行って、向こうが呼んでるんだから、はい、向こうって話をしたら、はい、砂では、はい、器物損壊の立証ができないから、はい、被害届も出せないし現地に行くこともできないとか言い出して、はい、お宝ねって私たちが税金を納めたお金で、うん、はい、仕事してて、はい、市民が困ってて、はい、なんで市民助けてくれないのと、うん、市民を守るのが警察の仕事ですよって、うん、これはっきり言ってもう、うん、もう倫理的、人間の倫理的におかしいですよ警察官さんって話をして、うん、だから別に私だけにかけてることではないんだけど、うん、とにかくあなたたちがいて、うん、困ってる人を助けるのはあなたたちの仕事なんだから、うん、それ職務放棄と同じですよって話をして、うん、職務放棄とかじゃなくて、うん、日本の法律で訴えられないんで行ってもしょうがないんですよみたいな、うん、そういうバカみたいな、なんなのかなって。昔の巡回さんとか昔のお巡りさんって、うん、そうじゃなかったと思うんですよ。いや本当にね、なんかいや新宿に住んでるからなのかもしれないですけど、はい、東京だからなのかもしれないですけど、もう本当に結構そのえぐいというか金積んで罪見逃してるような話とかもバンバン聞くし、もう本当ね、もう機能してないですよ警察。全く警察信用ゼロです。うん、信頼感ゼロ、うん。本当にすごいですよね。それはひどいですね。挙句の果てには金塊をね、はい、悪いことしたやつを、はい、逃がすという、舐めてんのかって、うん、信頼ゼロですよ。誰も警察のこと信用しないですよ、うん、警察いる意味ないじゃんってなりますよ。いや本当ですよね、はい、そんなところに税金やるんだったら、はい、まだあれですよ、シングルマザーの方 の、うん、手当増やすとか、うん、もうそれよっぽどいいっすよ、うん、よっぽどってかむしろそうしてほしいっすよ。
ます。入れますよ。あ、了解です。
もう少し、ああいいいいいい、ダメだよ、電気つけてとかさ、合にいらば合に従えって言うでしょ。トイレ行くわ。
寒い。煙突ありがとう、我がありがとう、いつもありがとうね。楽しいよ。名古屋ってなんか見どころあるのかな？名古屋ってなんか見どころある？手羽先がうまいの。金のシャチホコか、どうなんだろうね。味噌は全然ありだと思うよ。味噌にご飯かけるだけでうまいかんね。貧乏だった頃、米と味噌しかなくて、米に味噌ご飯のっけて食ってたね。名古屋も勉強してみようかな。名古屋滞在しようか、もう名古屋からパッと帰っちゃうか迷ってんだよね。ちょっと名古屋ってリスナーさん多いのかな。駅前すごい栄えてんだ。いや今日寒い、冬だな。東京寒いのかな、どうなんだろう。冬寒い、ジャケット必要だよ。関西ってこんな寒いと思わなかった。あったかいと思ってたわ。ういろう、ういろうあんま、うまくなかった記憶があんな。さんいらっしゃい。あれ車どれだっけ。あれ車どれだっけな。寒、車が分かんねえな。へいし、寒い。車どれだ、わかんねえ。これかな。
かな。これだ。そうだ。よし、迷子だ。車。寒い。よし、これかな。寒い。これだ。よいしょ。もういいんすか。あ、もういいぞ。だいぶ、今のでだいぶ復活しました。すごいっすね。へいっす。あの、小倉トーストうまそうだね。めちゃめちゃ寒いっす、外。うん、関西あったかいと思ってたから舐めてましたね。ちょっとあってよかったですね。はい、ありがたいです。今も入ってる。やっぱね、あれなんだよ、難しいんだよ電波が。多分今入ってないはずなんだけど、今入ってる？ノイズ。およそ2キロ先。なんだろう、西宮方面です。なんか入ってる。
動車道です。ポップコーンみたいな音がするポップコーン、なんだろう、じゃあポップコーンの音をお楽しみください。いる音、なんだろう、なんだポップコーン、ポップコーンって何、よくわかんねえな。はい、こんばんは。名古屋で社長さんと別れてからどうするの？もう本当に耳にタコができるほど言っていることで申し訳ないんだけど、俺が5分先のこと決めてると思う俺が1分先とか5分先とか1年後とか決めてると思う。いや、何にも決めてないよ。むしろどうしようかなとか思ってて、何も決めてないね。てかこの緑の街灯いいっすね。いいっすね。いいっすね、これ緑街灯。これいいね、緑。映像じゃ伝わんねえか。どうしようかね。名古屋。名古屋って有名配信者誰がいる？みやびさんしかわかんねえな。配信者に会いたいね。行き当たりばったりですよ、僕は常に。行き当たりばったりでなんとかなってきたから。いいんじゃん、名古屋で冒険すればいいんじゃないの？名古屋のミラクル大冒険。うん。名古屋のキングって名古屋の。すげえラグってる。すげえラグってる、マジで。いや、そんなラグってないでしょ。やってみようか。じゃあ5秒カウントするんで5秒後に手を挙げてください。5、4、3、2、
1、手上げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20秒か。まあまあちょっとラグってんね。まあしょうがないでしょ。もうなんか電波がゼロになったり、もう電波落ちまくってるから、まあ、これしょうがないね。最短で20秒ぐらい。20秒ぐらいかな。ラグいね。およそ3キロ先、右方向です。どうすっかな。名古屋で。なんか名古屋で面白いところとか見たいところとかないの、みんなは。やべえな、ついに100切り続けるってすごいな。右方向。ちょっと焦るな、これ。長原くん、名古屋の。てか俺、長原くんがどういう人なのか全然わかんねえかんな。長原くんあんま関心ないかな。長原くんに会いに行く枠とか盛り上がんのかな。長原くんに会いたいっていう企画やってみる。長原くんリアドツの旅やってみる。右方向です。およそ4キロ先、右方向です。名古屋のどの辺なんだろう、七原君。リアトツ行ってみるか。久々冒険する。みさん、こんばんは。バーガーありがとう。七原くんで住所割れてんのかな。どうなんだろう。天白区、天白区、天白区、天白区って読むんですかこれ。ちょっとかっこよくないですか、天白区って。天白区は、はい、うちの事業所がありますね。マジですか、はい、駅から近いですか、天白区。天白区は、はい、新幹線で、はい、あ、新幹線が、まあ名古屋駅があるんですけど、はい、そこから地下鉄で、はい、鶴舞線の、はい、終着の方なんで、はい、地下鉄で30分ぐらいですね。ああ、行ってみようかな。天白。なんもないですけどね。天白。居住区ですね。完全にベッドタウンですね。うんうんうん。え、誰かさ、七原くんとつながりのあるリスナーとかいるのかな。明日っていうか、明日っていうか、めんどくさいからもう着いたら歩いて天白行く。七原くんに会いに行くっていう企画やろうよ。それやる。